今日4月7日です。また、だいたいまあね、朝寒すぎてね、動けない。むしろ家の中の方が寒いんだよな。天井断熱しないと、また効率が上がらないね。で、風呂入ったけど、やっぱり風呂から出るとね、クッソ寒いわけで、で、これまた改善だなって感じです。はい。で、今日は何をするかっつったら、試しにね、買ったこの13ミリの刃かな。たまたまね、手に入るセリア、石工の人が石をきれいに砕くのに必要な石の矢、なんかな、穴に打ち込むなんか矢があるんだけど、それが13ミリで手に入ってたんで、とりあえずドリルの刃を13ミリに合わせました。まあちょっとこれ、邪魔なんでマジで。ちょっとこれからやっていこうかなって感じです。まだ庭にね、埋まってるやつがいっぱいあるんよな。で、あとはこういい感じで畳が朽ちてきたんで、まあどっか、畳が朽ちてきたんで、朽ちた畳はちょっとどっか埋めますわ。うん、低いところに、まあ、そのまま朽ちてくれれば OK みたいな感じで、まあちょっとこれでどうやって穴開くのか、それやってみましょうか。これちょっとな、はいっと、いやー、まあ今回も始まりました。まあこれまだセリア届かなか、届く前だったんで、かなりきついですね。チスタガネでやると、本当に。おう、さすがだな。まあこれ砕けることが分かったから、まあちょっと地道に砕いていこうかなって思うんだけど、ここのね、一番の肝ってこれなんよ。これ地面に埋まってる石はね、地面がこう、地面固まってるから、これでね、穴が広がりにくいんよ。あ、どうなることで、もっとね、19とかぶっといやつを買っておくべきだった。はあ、まあいいか、ちょっと地道に砕いていこうか。はい。まあ、地面に埋まってるやつは、地面から出てるところしか割れなかったんですよ。これがまたまあ、後々、難儀っていうか、悩ませるんですよ、僕を。矢は入っていくんですけど、矢が入っていったっきり取り出すことが不可能になるんで、これまたね、厄介でした。で、これドリルでチスタガネでやってますけど、まあこれ自体が無謀っすね。まあ正直無謀だし、はつるって言ってもはつったんじゃこの電動のやつでバッテリーの数が足んないっすね。いや、なるほどね。だからか。だからセリアって1本じゃなくて2本ないし3本ずつやるんだねっていうのが今分かりました。まあ石のなんかね、木の繊維方向があるように石のなんか割れる方向があるらしいんだけど、それ全く分からないんで、まあ、とりあえずぶっかいてぶっかいてぶっかいていきますか。はい。まあセリアスペースなんだっけ、石を割るみたいな、そんな感じの検索を YouTube でやると、セリアの使い方って出てきます。で、大体1本じゃなくて、絶対2、3本セットで、で、直線上にそれを打ち込んで、そんでやるんですよ。で、そうするとね、綺麗にね、パキーンって割れるんですね。で、ただ、その動画と違うことが1点あるのは、この、埋まってるに岩、庭石とか、この家にゴロ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 落ちてる庭石は、まあその石工屋さんが割るような綺麗な長方形とかじゃないっていうことですね。どっちかっていうとこういう丸くて、でっかい、なんだろう、おむすび型っていうのかな。まあおむすびにしちゃ結構潰れてるっちゃ潰れてるけど、まあそんな感じの岩だから、その繊維方向って、繊維じゃねえな。なんか石も石で割れやすい方向があるんだって。石もなんだっけ、地殻変動でできたウンやらインやらってすごい、難しいこと言われるとわかんないんだけど、そういうふうにこう圧縮されて、なんか出てきたもんだから、じゃあどういうふうに圧縮されて、どういう、なんだろう、筋っていうのかな。亀裂を入れさえすればこうパキンってすぐ割れるところがあるんだって。くさびを打つみたいなところ。
そういうところがなんかあるらしいんだけど、全くわからないから、とにかく穴開けまくってもろくして、そこにまあ、チスタ金を今カン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 打ってるけど、正直これじゃどうもこうもならんすね。で、穴を広げてるだけなんですよ。チスタ金じゃ。で、その穴を広げるんじゃなくて、ちゃんとセリアで矢を打って、もうちゃんと穴じゃなくて石自体を割る方向に広げるっていうことしないと、絶対割れないですね、これ。まあ、正直石を割るなんて初めてだったから分かんないですね。だから石工やってる人の感覚とかセンスってものすごいこう鋭い感受性なんだなっていうのが分かりましたね。まあこれやんない方がいいっすよ。まあやった俺が言うのもなんだけど、まあ、とにかく石割りゃいいんじゃねえ的な感じでやるとこんな感じになります。で、今思ってることなんですけど、コンプレッサー DIY だったら あった方がいいっすね。はい。多分コンプレッサーがあれば全て解決するんですよ。エアー式のタッカーだったり、エアー式の釘を打つ、機械だったり、で、あとはそのエアー式の発力機もあるんですよ。そっちの方がパワーあるんですよね。このバッテリーのやつより。で、バッテリーだったら必ず熱くなっちゃうし。だから、なんだろうな。やっぱりエアーコンプレッサー買った方がいろいろマルチに使えて、工具を電動式とかコード式で集めるよりもかさばんないっすね。やっぱりコンプレッサーあった方がいいっすわ。はい、ですね、セリアがどうも来ない、来ないとどうも来ないんで、まさかまさかのハンマーが折れるというね、ハンマーの選手だからね、まあ、大体、くわ掘り作業だよね。なので、まあ、ちょっと趣旨を変えて、まあ、ここに単管パイプで屋根は作るんで、まあ、単管パイプのなんだろう、タープみたいな感じのは作るんで、だからまあここをちょっと石どかして、慣らすにはどうしたらいいかっていうのをちょっと見ましょうか。はい。で、今日、この日の、作業はこれで、石砕くのは絶対無理なんで、中止しました。まあ、これ以上やっても石砕けないし、セリアが届いてないんで、この時点で。まあ、どうもこもないっす。まあ、知識ゼロからやるって結構、きついっすよ。マジで。なので、まあ、そんな感じでも、こんな感じのシェアハウスを作りたくて、頑張ってる。よい、バイバイ。